どうもさ、マックスやアサブが、パズドラ運営のいいところについて語りましょう。なんでパズドラが、の運営がすごいいいかっていうと、課金しないと手に入らない魔法石っていうものが無料で手に入る。だからすごいパズドラ運営って優しいんだよね。うん。だって、課金で手に入るものを無料で配布するっていうパズドラ運営の、あ、無料でもこのゲームは楽しめますよ、みたいな感じの、良さがあるよね、やっぱり。パズドラって、なんかパズドラ運営のガンホーさんはすごい、な、紳士的なことをやっていると俺は思っている。あ、課金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 って感じがないから、いいよね。うん。そう、魔法石1個ね、配るでもらって、ガチャが、レアガチャをタダで引けるっていう、その、素晴らしさ。ね、いいよね、ほんと。俺はいいと思うよ、別に。まあ、課金ゲーなんだけど、パズドラも。確か無料で頑張れば楽しめるし、もうそういう良さはいいと思う。これは僕はそう思います。無料で楽しめることは財産だし、その財産をどう、どうね、受け継いでいくのは次のアプリ。そう。それがすごいね、これからのガンホーの注目どころだよね。マジで。本当にね、次、なんかね、本当にゲームアプリっていうのは飽きがあるから多分、いずれパズドラも衰退していくと思うんだよ。だけど、そのね、しっかりしたね、運営体制。ユーザーのことを思って魔法石を配る心構えがあれば、また新しいゲームをヒットするんじゃないのかなと僕は思うんですよね。はい。